ただこれ位置が危ないのはファーストブラッドラズレータが落ちた。アタッカーサイドに一人いるのも分かったのでそのままフラウラを流し込んでいきます。インスモーク、その間に A 進行シュガーメルダブルキル3人目ワンマガ3キルだ。これで右側確定、まさかのオペレーターでしょう。しかも下投げフラッシュ、この角度は乗り線、いいカバーが入りました。いいカバーでしたね。フェイド勝負、ここはレイタ、オペレーターでレイタを仕留め、一方この C 中ではメデューサゼファー、これでロング設置で広く取っていきます。オペレーターキープのゴールドラインをこう構えている瞬間というのもありますから、出るならこのガレージの勝負、シュガーゼロ対レイタ、レイタだ、ファッチっていうところですよね。タイミングはどうだ、見た瞬間メデューサが落ちた、ロング進行、ランデブで帰る。このランデブの音を聞いて下がったのが分かったか、上警戒し抜いてますね。逆に抜き返していくラズ、アフターショックは一発二発三発当たった。その間にレイタは裏取り、裏取り、そこ落とした、うん、ゼファーのカバーが入り2対2。今度は A 側フラウラ全員が映りました。ゴールトラインまで入っています、うん、フラグメントの開始失敗だ。ここはローリングサンダー、一度下がってリテイクの形を取りたいか、裏からラズ、表では10、3人目、カバーのメデューサも上からのカバーでデップが抑えました。正面での同じところにピッとこうクロスが戻す、さすがすぎます。さすがですね。ここはラズ、クラッシュ避けながらワンキル、ラズ避けた。お、あれこのデップの位置って気づかれてない、気づかれてないですね。抑えた竹でのブルドック、しかもショーソッパー切りましたね、 A ロングで切りました。うん、これもう一人いた存在を、これであれば設置中、メデューサがその間にラークです。エータも立ち回りを変えました、パラノイアを加えた、窓2人がパラノイア中、スモークを張って挟まれたシュガーゼロン、メデューサのカバーが入りました。正面ではレータ、素晴らしいですね。お互いアルティメット、おお、ジャンプピーク少し甘かったか、だいぶ膨らみました。点はジャンプピーク、手前にいたデップ、カバーに入るか、チャージがない、フラッシュを入れながらレイタのキルだ、恐怖を見せてやる、あ、接地盤にあった、ローリングサンダーにはローリングサンダー、まあ、公開したことによって相手のローリングサンダーを無効化すると。問題はラズのポジションですかね。あとはゼファーがどこまで覗けるかです。体力13、裏からのラズはゆっくり、ここにはゼファー、天のオーバーピーク、カバーに入ったシュガーゼロ、乗り線、なんとか中で耐えた、ただ後ろから来るのはクロー、見えた、一度解除まで入る、アフターショックの開始、どちらが来るか、うわ、フルで耐えた、仕掛けるのよ、時間がない、時間がない、乗り線ワンワン、これはどうだ、しかしクロー間に合うか、うわ、間に合わない、またクラッチプレイは乗り線、クト点灯、相手になる、フラウラーフラッシュ、ここはラブ上からの射線、ゼファーが落ちます。2人目は削りながらもう1回の射線を作っていく、まさかの射線です。この射線を読めるかどうか、これは読めない、2段構えのラズ、 J が進行しているのが恐ろしい。あー、ナイトフォール切りました、音聞こえなくても関係ないメデューサ、エイムで解決しました。あ、うまい、ブラストパック逃げ、さあこれ以上は苦しいぞ、逃げ切れない、うん、速攻設置、しかしディフェンダーサイド取られているかもしれないと考えたゼータはなんとアタッカーサイドからいきます。人数差有利だからこそ全員でいけばカバー取れますもんね。問題は乗り線か、見えた、ただ何人いるかは分かりません。フラグメント入る、パラノイア入る、おう、うまい、パケジェが抑えた、車線の組み方は完璧、リジェクト止めるか、ショートの抑えはパケジェ、3人目お天が返したと勝負した、まだ時間はある、しかしこの設置地だと
アフターショック。タグまでいけない。また乗り戦だ。7本目リジェクト。カウント返し。ちょっと手前に落ちちゃいましたね。銃口見えた。うわ、横からメファ。え、ラゾ。裏から来る。なぜ裏から来るんだレイダー。あファントム、おお、ファントムよく反応できましたね。それでも行くレーター、ああ映ってないシュガーゼロがあえて顔出したんですけど、そこも対応した。スパイクを設置。この角度難しいでしょう。下投げフラッシュ、うん、クローがレーターを抑えます。4対2、取り返しが厳しいか。何も見えない。クローの取り返しがスタートしている。さあどうなるか。ショートとロング、ジャンプピークで竹地許しません。クローの癖は見抜いています。竹地が取って、これで8本目。もうリテイク前提ですね。ローリングサンダーもありますから。これロング設置になると今度はレータが B 中入れた。そっち間に合うか。間に合わない。はい、楽だ楽だ。ダブルキル、ナイトホール、うわ、そのまま自分は帰っていく。 C の設置が完璧に通る配置。ナイトホール、ローリングサンダー合わせ技、 A リンクに逃げた。あと30秒。今度は窓から負けじ、裏にはレータがいる。アフターショックが飛んでくる。ゼータ、何もすることができませんが、これラズがどう残るか。残り8発。爆発注意。体力29。これは壊しにくい。さあ全員でジャンプしていく。素晴らしいペイントダウン。ペイントダウン。釣られた。もし寄ってますよ。レイタです。奥には竹地。完全にインスモークのような形で竹地残ります。データがラズを落とした。ラズもさっきのペイントなんでかなり体力持ってかれてましたからね。こうなると A に行くしかないゼータディビジョンは前に出るところ、ワンキッこれだけ人数で有利だったら、おお、黒が抑えます。しかしこれでも2オン4ですからね。残るアビリティはシュラウドセップ、シュガーゼロ、前に出るしかないでしょう。7発止めた。いや時間使ってますね。位置がバレた。レイタが裏からレイタ完璧だよ。うわ、このラウンド4キル。ここ取るしかないゼータディビジョン。ファーストブラッドメデューサ、ラズしないといけないタイミングでゼファーが動く。そしてレータはもう A はないだろうで B に寄りました。手前にはゼファー、ここはジャッジで構えます。おお、タイミング、そこからの B 展開。しかしこの先にはまたレータがいる。敵陣からあと10秒、まあ、先ほどのゼータディビジョンの取り返しのような形で裏からいきます。頭1個見えました。乗り戦の体力を一方的に持っていきましたね。ただ裏何人いるか分かりません。表からは竹地です。となると竹地の動きが重要になりますが、インスモークのデップ、アフターショック炙り出した。いいゲージだし、カバーに入った。レーダー残り、いや囲った。残り1名壊した。しかしバレた。竹地だ。このワンワン押し止めた。早く早く、リジェクト、これで12本目。いやー、キズさん、そこで両方でピークした場合、一人倒して後ろに下がられた時に相当不利になっちゃうんですよね。それを考えたのか、単純にこのレイ。ジャンプピークを打ち抜いた。ピークでしょうね。スモーク2つ使いました。さあ、ここからのリテイクです。入っていく。すごい、クリス。阻止を少し考えましたけどね。そうですね。おそらくそうだと思いますが。これクローがいなくなったのは大きいですよ。そうですね。こうなるともうアビリティがない。シュガーセルのパラノイアぐらいですね。どのタイミングで返すか。あ、今返した。入っていく。竹地
上から突入か、手前では乗り返す、今度映った、この裏も映った、完璧だ、セットアップの乗り返しだ、ヘブンシャバレてる、ラストシュガーゼロ、ラストアゼファー、13対3、自ら選んだリジェクト、ビショット取りに行きましたよ、この位置まで取れた、ロング多めなのが分かった、ファーストブラッド、ラズ、おっ、これラズダブルキル、逃げれない位置でしたね、レータは裏取りロングです、タケジーはワープしてくるでしょう、ここ読んでる、ケアできてますね、どこまで行く、タケジー対ラズ、残り1名、無理はしません、武器を持ち替えた、うん、全員でピークしていきます、おお、体力の多い天を倒した、うん、最後はクロウが落とし切りました、うちでレイズを使っていました、森戦の家の窓、そこではテントの勝負、ランデブ使わせました、ブラストバックで一度回避、窓は取れました、メデューサフリック、ここもダブルキル、ゆっくり入っていくこのショート側、足音を立ててランプまで入りきりました、デップシュラウドステップ、おお、テクイテクイですね、まあ、もし B に寄ったとしてもガーデンは取れています、うん、天は釣っていく、天が間に合いましたね、これで初めてスイッチが取れます、ギリギリインセンディアリ外、3対3の状況、ゼータらしい硬い硬い設置からの配置です、取り返しが始まります、ああ、落ちた、前だな、後ろが見えました、ここだ、クラッシュをもらう、残り素晴らしいフリック、2人目取り返し成功、リジェクト、これでなんとか1本目です、ナイトフォールの準備、恐怖を見せてやる、ナイトフォールを受けました、ノーサウンドの勝負、メデューサ、ましたね、ペイント弾の開始、いる位置はバレました、1人取った、ショーストッパ ー, ー、ここパラノイアまで含めたシュガーゼロのカバーです、ショートした、それでもかなり時間は稼げました、シュラウドステップフェイク、また設置ができない状況です、そうですね、次のスモークを待つか、1人減った、挟み込んだ、ヘブンからのトレイルブレイザー、シュガーゼロ、動いた、ポイズンオーブ展開、ツーオンスリー、裏からの竹ジェ、このスモークにはおそらく気づいていなかったでしょう、いやでもラス警戒できてますよ、警戒できてる、ここまで竹ジェの姿はありませんでした、振り返しのゼファー、フラッシュはありません、インスモーク警戒、抜いた、まだある、ハーフまでいけるか、残念、ダブルピークには対応できませんでした、ゼータ3本目、3対1です、アルティメットがアップしている点、あー、またリジェクト配置戻しましたね、ファーストブラッドドリセン、タケジェのキルはショートです、あー、スモークがゼータ、いやこれスパイク課題です、デキックがスパイク打ったか、スモーク耐えた瞬間、A でキャリアダウン、ポイズンオーブ展開、残るは2対3。スパイクを設置して。ああ、これ B と B のことをケアしてるので、レイターはなかなか寄れませんね。ただ、スパイクは落ちています。ノリ戦のこのツールドフォースがあることで、だいぶ動きづらい。このポジション強いですね。スクリーンを上げます。中学の手前。おっ、解決した。ペッチフェイク。こうなるとレイター動かないといけないか。ヘブンでなんとか耐えるゼファー、ディフェンダーサイド設置、耐えた、裏からのレイターワンオンツー、インダーサイドに抜けました、クロスの形を組めている、ラストはクロー、ランデブを使います、ただこれはおとり、あ、対応した、そこにフラッシュを入れながらゼファー入りましたが、おそらくは窓を警戒します、天を落とした、テレポート可能だ、大きいこれとフッカー取りにくくなる、ナイトフォール、まだ置いてる、ノリセン、どうなるか、ランデブで帰った、ただこのランデブの行き先は分かっている、デップのカバーが入ります、甘えませんね、ゼータ甘えないですね、スパイクを設置、
進行しているのが分かります。メデューサかとなると、あれ乗り線がいるのかと錯覚をしてしまうかもしれません。そうですね、ただいるのはレータです。見えてないですね。ショーストパ遊びたいのか。浴場でのプラウラーはもう反応はありません。これで浴場確保。これで B に飛ぶんだ。ただここにはもう一つのオペレーター。お、本田席に当たった。オービタルストライクで設置は阻止、中設置、そして角設置はできます。バイパーズピットで蓋をし、エルボーのスモークが開けました。そのテップが抑えた。フラッシュからのリテイク、走りながらのラブ、クラシックで3キル取り切りました。9対1。一瞬で50が削れました。手前にゼファで、ポイズンクラウドを回収して別のところに。負けじゃ、この嫌なアングルでした。スローで上がってくることをよくケアできてますね。立ち位置を変えてリテイク配置。ショーストッパーを、あ、切らない。バイクを設置。全員で取り返しに行くと。切るべきラウンドですけど。ポイズンオーブ展開。メデューサどこにショーストッパー切りますかね。浴場なのかランプなのか。ランプよりは浴場の方が出やすそうですけど。浴場抜き切りました。ましたね、残り。アルティメット切らなくても取り返しができる。プロが残ったところはゼファーのカバーが入りました。これで前半は10対2の折り返しになりました。前には天の姿。メデューサとの対マン、レンジの距離か、メデューサゴーストで打ち抜きまして、ここから B へのエントリーでしょうか。ロングでのプレッシャーです。クラッシュ避けながらクロスの形を組んでいる。 2-2 での中と外挟み込みましたが、ワープをして回避します。これで設置は安全にいけますね。ディフェンダーサイドまで覗いています。わあ、わあ、抜いた。追い抱きスモーク、圧倒的有利状況ですね。これはクローも最後の一人だ。おう、ん、勝ちましたね。狩りに行きます。パーフェクト、うん、パーフェクト。4人でのピーク。あ、スカイはフラッシュもありますからね。ペイントダウン切っていく。これ逃げれないぞ。逃げられない。パラノイアの開始。むしろパラノイアを返したことであの位置の今度は乗り線だ。しかし A 側にはもう2名寄っています。1人取った。デップが返します。2対4の人数状況。シガーゼロ持っていったのかなり大きいですよ。そこからのさらにワープ、その先にはクロウが待っている。時間ないのでクロウはもうポイント張って抑えるしかない。クロウ抑えられるか。フラッシュ食らわなかった。残り5秒。クロウ抑えた。ツーツー。レイタの裏取り、裏からレイタ位置分かってきました。おお、クロウ向いてる。しかしここはプリーム。ラストはデップ。デップの位置をつかめているかどうかですね。抜いていきました、メデューサ。そういうところはこうレイタの判断というのがこの 4.09 シュラウドステップで形を変えます。デップのシュラウドステップが機能しています。パラノイアでシュラウドステップの音聞こえてなかったんじゃないですか。うん、お、すごい、すごいところにガチ恋の距離。あら、あらあら、すくい上げたがここは10です。あとはこのラウンドのそのデップの、まあ、浴場は渡しながらもトレードマークを置き、A ショートはラズガミル、そして B はロングにスモークを焚き、切れた合間にこういったプラウラを置くと進行をうまく時間稼ぎができています。またあっ、見えた。ブラストバック投げるもののレータのカバーが入りました。レータダブルキル。2人目持ってナイトフォールを打つべきか。ナイトフォール打った、ね、バックサイドが分かった。さあそこにフラッシュを入れていく。いる位置は分かった。ああ、頭切れた。外した。残っている。カバーに入ったシュガーゼロ。12本目転倒はゼータ GB ビジョンです。噛みました。ここがあまりにも大きすぎましたね。完全に我々キルを取ってナイス3キルだというところからのエントリーが始まると思っていたんですが、まあこうドドゲームである意味そうです。
ベータは一旦変えてもう一回 A ショートに向かいます。シーカーを攻略して、シーカーオービタルストライク、そこを取っていく。シーカーショーストッパーを加えていく、中にはフラッシュ、いちいちトレード、ここに加わっていくシュガーゼロ10です。10はもう裏取りです。ベータを倒して挟み込んでいった。おお、よく当てた。残り15秒。設置するしかありませんからね。ショーストッパー、お見えました。ナイトフォールまで加えて最後は頭を貫いていきました。第9位、おーファーストクラットゼファーですからね。はい、裏にいる。正面ではレイタ、かなり体力持ってきましたね。設置はできています。最後の一人だ。チームエース、リジェクト、あーずらしてる、回避していきます。設置位置ずらしてますね。分かっていますね。これは開始のドローン、体力77のデップが前に出ます。裏取りメデューサ、そこに加わってくるノリセン。レイタのプラウラ、取り返しが始まっているのが分かりました。裏取り1人目刺さったぞ。頭に入ってる。削るメデューサ、削る削る、素晴らしい。ノリセンのカバーだ。ただ解除が入ってる。ガッチガチの点だ。ゼータ取り返しますが、ファーストブラッドメデューサを落としました。素晴らしい勝負感ですね。プラウラー来てましたけど、よく左上覗きましたね。その間に天が A 側で頭一個ワンタップ、ノリセンが返します。でもまだ人数有利ですからね。センター、なぜそこにいるレイター、ナイトホール、しかもうまく逃げるのカバー、まだラズが前に出るか。ここはゼファーがキルを取ります。おや、ドライ、うわ、で使った。よく勝ちましたね。大きな大きなワンピック、ゼファータイミング、おカバーに入った。シュガーゼロ、こういうと、ミッドかなり引いた位置で爪けができているので、ブリンクのないデップがどう立ち回るんでしょう。使っちゃいましたからね。ワンウェイスモークがかけます。コーンとリコンボルト、あー映らないところにデップがいる。手前デップ、カバーに入ったレイタ、蘇生ガールが打てない。ポジション的にはちょっと下がりにくい位置ですね。トレイルが見えるが、ここはノリ戦反応します。設置中、バイパーズミッドで蓋をします。かなり状況有利になりましたね。シュガーセルは取り返している。手前ではレーターダブルキル、その苦しい中ゼータが取った選択肢っていうのが、まあ、フィジカルで抑えていくしかないに倒されたんですね。デップ3本のくらい、タケジェが抑えます。レーター見られてないかもしれない。ダブルキル、おお、流れを変えました。あえてもう一度ミッド勝負しに行くんですね。スパイクも確認できた。します。センタープッシュがゼリールかもしれません。いや、早めに使っていきますか。そうですね、リズム感はよくいきました。そこに対してはシュガーゼロのバイパーズピット、カウンターになるこのナイトフォール、上を取っていったトレイルが刺さります。衰弱から少し明け、体力は125、高台を取っている。点ラフタで待っていました。抜いていく、中ではレイタ、ワイパーズピット開けます。また、はい、ポジション苦しいですねこれ。3対3、うん、デップが表でワンピック取り、2対3の状況になりました。ショックボルトは2本、壁、デップ外しません。上から点、そして解除はこのままかからね。ダブルオペレーター、ハンターのフューリーを打った瞬間デップがピーク、インシエーター落とした。うまいですよね、受けるタイミングを狙っていました。このピークはタケジェが読んでいます。うーん、4人奥まで、あと30秒、リジェクトいった。おお、
確実にいるポジションを一つ潰しましたね。ただまだ設置はできていません。ここからの設置、何か見えたか、打ち抜いた、バズルフラッシュが見えましたね。4対2、よく反応したゼファ、おお、最後はメデューサ、前半の半分を取るリジェクト、これで空です。あーでもファーストブラッドメデューサ、ここ落としたことで A の可能性が一応出たぞ。でも B では竹地正面衝突、互いの読み合い、 B での交戦、4対2。うーん、どうするか、裏トレードマーク生きてますからね。それでもゼータは B の読み、前に出る、お一人ワンピックは取った、横からメデューサ、素晴らしいカバー。7対4リジェクト、エルトに先にブリンクを切った、うわー、すぐ打ち方、それはダメだ見てなかったですからね。壁に乗ったタケジェ、まだ行ってやると、俺はデュエリストだ。さあバレ始めた、お強い、裏からラズ、トレードマークを超えていけるか、いや超えられないか、判断ハプチ、第6、30受けた、3対3、体力30まで削ったのでゼファ、ここで最終ラウンドですので切りました。そうですね、ベルト上で待機するツールドフォース、タケジェも無理はしません。かなり解除難しいですね。ノリ戦のショックダズ2本あります。あーなるほど、スクラウド上に置き直す、最後の1人だ、タケジェハーフまではいった、ボディーブロック、あ、いや、あるぞ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 、あったあった、シュガーヒーロー誕生。さあこの設置少し割れましたが、どうリテイクできるのか、リジェクト設置できた時点だいぶ強いですからね。うまっ、うわお、素晴らしいプレー、ワイヤーを使って、ここはレーターが返す、3対4、おおおお、いや、しかもショックマン壁設置からのタケジェが来た、あー、しかもディスミスで帰った、すごいディスミスでしたね世界最速ディスミスが出ました、ショーティー狙っていくところは、ここは人数をかけてゼータが走り込んでいきます。ちょっと足並みが揃ってないぞ、ビジークとどうするんだ、体力11、残るのはレータ、タケジェ、恐ろしい選手がクリック次第か、いや完璧にスローだ、タケジェ当てた、ディスミス、うーん、引き切った、レイナの強いところが出た、ショックダス削れた、表はいない、つまり B から寄ってくるか、おさあ分からなくなったぞ、映った、武器回収、トレイルで映った、ブラウラ、あ、上を取りに行った、あ、反応した、うわー、これがフェイドの強みです。センター詰めされたのであれば、俺らはセンターを詰める、カバー勝負はゼータ、カバー勝負はゼータだ、3-1トレード、素晴らしいカバー、ゼータも加わってきた、下がりますね、ここは1本キープとなりました、うん、ナイトフォール B 反応なし、つまり A か、手前でワンピックディスミス、カバーに入った、乗りたい、線が返した、チーズで動けない、チーズで動けない、設置まで持っていけない、果たした、設置が残り20秒、いやでもリサレクション優先するか、残り1、センターではメデューサ、しかもこの切り方だと、うん、レイタの素晴らしいシーズでしたバイパースピットを打ったと、効率的な切り方ですね、上からレイタ、シュガーハルは返した、メデューサ抜かれたか、これは逆にバイパースピットを浴びてる、直脱、当たってるぞ、わー、当たった、スパイク落ちた、 B でキャリアダウン、バイパーズピットを打つしかないか、無理やりでも設置か、今しかない、黒が耐える、なんとか竹で返した、解除までいった、これはフェイク、あー解除してないの確認しましたね、2on2、冷静だぞ、ラズシュガーゼロ、
バーサス竹地ゼファー。竹地ゼファーもう索敵も何もアビリティないので体で行くしかない。ゼファー返した敵討ち。うわ、大橋がゼロだ。8対10。おそらくエコでしょう。プライドバトル見たことがあるぞ。このエントリーレジューサー中にいる。ファーストブラッドラズカバーに入った。クロー5対3の状況。ランデブで帰ります。取り返しは難しいか。かなりいい位置にバリアオブ置きましたからね。ノリシェーンワンピック、チョックダーツが飛んでくる。痛い。しかも下がるところに。問題は竹地か、ハンターズフューリー。切りづらいか。エンプレス切った。そこを落とした。でも抑えた。2対3。相当取り返しは難しい。見るところむちゃくちゃ多いですね。音は鳴らさない。あー、一度帰った。ノリセンバレた。一がバレた。間に合いませんね。これは飛ぶしかない。難しいところがありました。でももうすでに集めれてますし、リテイク用のスクリーンもあります。どうだ、レータのオペレーター機能するのか。ファーストブラッドはラズ。補正が入った。竹J落ちた。ハンターズフューリーとの合わせてのエントリー。残ったのはダブルオペレーター。男の一方通行、逃げ道はない。二人取った。あー、ないと思ってなかった。これはキープでしょう。 B 側、オペレーターはなんとか持って帰らないといけないですね。みたいな気持ちになっていたんでしょうね。わざと二人で置いたのかな。同じポジションに二人で一人だけ下がるとか。まさかの位置か。抜いた。抜いた。ポイズンオーブ展開。デバウアーがあればタケジェは回復ができる。いやでもここでドライで進軍していくのを読めるかどうか。ドライだ。見えた。タケジェ。デバウアー瞬間カバー入った。違うぞ。上から取り出した。チームS11対11。つないだ。追いつきました。 B 展開。ゼファー下がった。いやもう一度上がる。あと30秒。ゼファー次第だ。ゼファー次第だ。しかし、ナークルでペンタイトリプルだ。トリプルだ。なんだ今の。どうだゼファーは。止められない。マジで。あと12本目をゼータ来ました。マジか。だね、ドローン。あ、無視しない。映った。優先者。ドローン。見えた。二人。うせな。ブレードストーム切った。ゼップ。天のワンピック。お、中間ゼロ。仕掛けるぞ。ゼップ。男待ち。設置通った。打ち合いがどうだ。タケジ。オーバーヒル。エンプレス打てるぞ。打つしかないぞこのラウンド。三対三。打ってる余裕はない。前に出る。ダウン下がる。あえて打たない。カイトフェイク。天が後ろ取った。天のトリプルキルだ。